シャルル4世、男獣は、メーヌ博、ギーズ博。シャルル・デュメーヌとも、アンジューコールイ2世、男獣とヨランド・ダラゴンの三男で兄に、ルイ3世、男獣、ルネ・男獣、姉に、フランス王・シャルル7世の王妃・マリー・男獣がいる。実刑ルネから、メーヌ博を譲られ、二度目の結婚によって、ギーズ博位を得た。1433年に、 母と親しいフランス王国大元帥、アルティールド・リッシュモンの格策でシャルル7世の長身ジョルジュ・ドラ・トレモイユが失脚すると、その後釜に置かれた。シャルル7世の議定ということで国王の信頼を得たが、リッシュモンとも信頼関係を築き、宮廷は彼らを中心とした勢力で固められていった。リッシュモンが進める軍事改革に賛成を示し、 彼が推し進め1439年に発布された貴族の軍隊召集と課税禁止の直令を支持している。しかし、反面、直令に反対するブルボン公シャルル1世から敵視され、宮廷がシャルル4世とリッシュモンの派閥で占められ、ブルボン派が排斥されたこともあり、1440年にプラグリーの乱が勃発する原因になった。反乱は鎮圧され、 ブルボン派を軍事ポストに登用、アンジュ派が宮廷の官職を確保する妥協点が見出され両者の対立は収束した。シャルル4世は、ブルゴーニュ公フィリップ3世に捕らえられていた兄に代わり、アンジュの経営に努め、1436年に、リッシモン及び兄のブルターニュ公ジャン・モセイと、フランスブルターニュの同盟とジルドレの諸領問題を、協議、1444年に、 メスの反乱兵定へ向かった、シャルル7世に同行している。また、リッシュモンとの関係強化のため、5歳の姉妹にあたるカトリーヌを彼の3番目の妻に迎えさせている。1472年に57歳で死去、後を息子のシャルル5世が継いだ。1434年、コベッラ・ルフォと結婚し、一難を設けた。1443年、 サンポルハクピエール一世の娘イザベルとサンポルと結婚し以下の子女を設けた。エチュベリー P207、清水 P155、上田 P90、P91、上田 P108、P115、P122、P131、P133、P144、エチュベリー p 五十九 P260、清水 p 百八十 上田 P130P131 ありがとうございます。